はい皆さんこんにちは村長です今日配信ライブをしましたインスタコンポーザーについての配信ライブだったんですけれども最初のところが音が小さかったようでしたのでもう一度撮り直しをしています iPad の方で見ると配信ができてなかったりそれで少し焦ってしまいましたまずはキューベースのルーティングのところからお話をします まず一番上のところにこのようにインスタコンポーダーを入れることになります次にマルチ音源を入れていわゆるキューベースもしくはその他のほとんどの DAW でできるやり方を説明しますそれはこのようにマルチ音源を立ち上げますはい画面下の方にサンプルタンクというマルチ音源が立ち上がりましたがこれはマルチ音源を立ち上げます コンタクトであったりもしくは UVI のマルチ音源でも何でも構いませんその時にこのサンプルタンクの方は MIDI のインプットがこのようにインスタコンポーダー MIDI アウトプットというのにしますそうするとインスタコンポーダーで流れた音がサンプルタンクいわゆるマルチ音源に流れてきますマルチ音源の方には このように5つのトラックが設定していますそしてそれぞれ1から入ってきますチャンネル2から入ってきますチャンネル3から入ってきます4、チャンネル4から入ってきます5、チャンネル5番から入ってきますこのようにしていますが僕の場合6番と7番もやっています 今回のデモでは6番は6番そのままなんですが7番も6番から入ってくるというふうにしていますその理由は後からわかりますそしてこれで流したいと思います他のトラック今あるんですがちょっとミュートをしておきますそして今はインスタコンポーダーとサンプルタンクが動いている状態になっていますここでインスタコンポーダーで オールにしてーをしてをますするとこのようにフレーズが人工知能によって作られますそして1から5はこのようにミュートはしないで音を受け付けるようになっていますサンプルタンクの出るのは全てというふうにしておきましょうインスペクターのここですねはいスタジオ1の方に戻ってきましたスタジオ1の方では、 キューベスと同じように、まずインスタコンポーザーのインスルメントトラックを作って、インスタコンポーザーを挿入します。これが入っているということです。細かい設定の方は、今まで上げたパート1、パート2、パート3、これをよく見ていただいて、設定いただくことになるんですけれども、新しい情報としましては、TAW と一緒に音を鳴らすというのには、 インスタコンポーダーのトラックにダミーの音符を入れます例えば一拍分のリージョンを作りますそしてここに音符を一拍分入れます今四分音符ですねこれを適当な音の高さのところにこのように入れるわけです そしてそれをインスタコンポーダーのところに複製をします。別にループ分だけじゃなくて多いめは大丈夫です。こういうふうにすると DAW とインスタコンポーダーがシンクロして DAW の再生で音が鳴るようになります。例えば ドラム、ノートを一緒に鳴らすであるとか。そういうことが簡単にできるようになります。はい。このように、自分の持っているドラム音源を。 まあここではこのように UJAM のディープというのを使っていますがこれは何でもいいですからこのように入れるとドラムと一緒に音を鳴らすことができるのでとっても分かりやすいですね。そしてサンプルタンクを入れたわけですけれどもここでサンプルタンクには6番7番5つのトラックのはずなのにこういうふうに入れてあるのはそこで6と7の音が鳴るようにするためです。 インンンスタコンポーダーダの方はチャンネル6番に送っています。サンプルタンクの方ではこのように6番の音はチャンネル6からの音これは当たり前なんですが7番の音もチャンネル6番から来たインプットを処理するようにしていますそしてダイレクトインの設定は6番目のところに MIDI の6チャンネルから音が入ってくるように このように設定しているわけです。こうしておけばいつでも簡単に音源を切り替えることができます。7番の音に変えます。また戻します。 一緒に鳴らすこともできますノーマルに一番の音を鳴らすこともできますそれはここでチャンネルを一チャンネルに変えることですするとこの一番が鳴ってきます大きめにします このようにできますし、そしてここからボカロや歌声合成に音を持っていくのはどうするんでしょうかそれはこのメロディーのトラックをドラッグドロップで書き出します。これは Windows の場合 Explorer、Mac の場合は Finder ということになるんでしょうけれども、ここで早く出てくるように設定してあります。 ここのところに音を送ります。トラック1、ミディとなってますが、ちょっとこれ先ほど準備しておいたので削除しておきます。このようにしておくと、ここにドラッグドロップできます。画面が消えましたので、画面自身を消えないツールも準備しておきます。ここで、ポーズというソフトがうまく使えます。ちょっとやってみます。ポーズというソフトは、同じ K ドライブのところに 入れれててありまますす、はい、これを立ち上げておきますそうすると今度からはここで僕がドラッグドロップしたいこのホルダーにポーズというのを押すとこれが最前面になるようになってますのでスタジオワンをクリックしてもこのエクスプローラーの画面は後ろに行かなくなります。これでドラッグドロップを押します。 そうすると、ここにインスタトラックの1位ミディというのができました。もう一度ポーズを押して後ろに行くようにします。シンセサイダー V の画面を立ち上げます。少し小さくなっているので大きくします。はい。これ先ほど準備してあるんですけれども、1個は消せないので、ここで ファイルから読み込みをします。ここでトラック1を読み込みます。OK をします。はい。今読み込めましたね。この状態で店舗を確認します。今 DAW の店舗は78ですので、ここで今120となっている店舗を 78に切り替えます。はい。これで同じスピードでシンセサイダー V が動くようになります。シンセサイダー V をオンにします。ソロにしました。これで鳴らしてみます。<music> そこでシンセサイダー V にうまく歌わせることをやってみたいと思います。作詞も一緒にします。四角きというツールがありますので、それを使って人工知能で歌を作ってみます。ここでは曲のキーワードを決めます。秋。そして半角のカンマを入れます。そして 風景またカンマを入れますそしてここで浜崎あゆみと入れてみますこれは浜崎あゆみという言葉が出るんではなくて浜崎あゆみがもし歌を歌うならこんな歌がいいだろうというようなことが出てきますので 恋愛ソングで女性視線にして、英語は使わないという風うにして作詞を開始します。A メロは今、1、2、3、ーとこのように読んでみると、2小節で15音の音がありました。ですから、15音という風うにしますし、2小節は21音がありました。15。そして、2小節目は21。 このように設定しまししままて、行を作成しますすると必ず15音になるように気に留めないで知ろうとしないでこのような言葉が出てきます。ここで更新を押すとまた違うようになります。窓に降る雨傘もささないでこれいいですよね。そして次。 傘も刺さ,さないで傘も刺さ,さないでいてあげるちょっと A メロにしてはインを踏みすぎますはいじゃあこういうふうに作ったとしましたら右の方のメニューから歌詞のテキスト表示というのを押しますここでこれをコピーしますそして次はこれをひらがなにします日本語ひらがな変換というので検索すると このような便利なツールがあります。ここでデータを貼り付けます。そしてひらがなにというふうにします。するとちょっとスペースも入りましたが、このようにできました。リャというのがありますが、これはまた後で修正するとしまして、ちょっと前だけをやりたいと思います。コピーします。そしてこのシンセサイダー V をすべて選択して、 コントロール L、ライコスの略ですね。これでここに貼り付けします。1文字ずつを区切るというのがありますので、ここで確定をしましたら、2小節目までうまく入りました。これでちょっと歌を歌わしてみたいと思います。ループをあえて2小節目までします。本当は4小節目まで皆さんやってくださいね。はい。 この状態で鳴らしてみるとどうなるでしょうかはいこのようになりましたので今度はこれを上手に歌ってもらうためにピッチの自動修正ということもできます真ん中ぐらいでやっておきますすると画面下に出ましたようにいわゆるしゃくったりそして「 語尾を下げたり、人間らしく歌うように設定ができるようになります。これで聞いてみましょう。ボリュームも少し上げ目にしておきます。<music> はい。入れ方が間違ったのかもわかりませんが、途中まで2小節最後まで行きませんでしたね。まあ、やり方として覚えてください。このようにして、シンセサイダー V にすぐに歌詞をつけることができます。シカキというソフトも上手に使ってください。ライブではちょっとやらなかったんですが、この同じシカキの作者がとっても便利なコードワーカーというソフトを 作っています。一番下のトラックに適当な箱を作ります。大きさはどこまででも大丈夫です。この黄色い箱に作りましたが、CodeWorker ーーというソフトは、これも Web アプリなんですけれども、このようなソフトです。ちょっと大きめにしておきます。ここで デバイスをブラウザーのままにすると、ここで音がもうすぐになります。超 C という風になっています。えー、次にコード進行したらいいよというコードが少し青の濃い目になりまして、まあ、悪くもないよというのが薄い目の水色になるんですね。こうやってコードの指南をしてくれます。これでこういろいろ考えるのもいいんですけれども、これを DAW とつなぐことができます。MIDI というのにして、Loop MIDI という、これもフリーウェアなんですけれども、仮想 MIDI ドライバーと言いまして、これの件につきましても、僕の動画を見ていただいたら、Loop MIDI ということで設定が書いてありますけれども、ここで、今僕のは5つありますが、何もしなくても、このソフトを入れるだけで、Loop MIDI ポートというのができます。そして、 それをここで選択することになります。ループミディポートというのを選びます。DAW の方でこれをキーボードの設定と同じように外部デバイスということをキーボード設定します。コードウォーカーという名前でこのように作ってありますがこれの受信元を今のループミディに設定するということになります。 こうやってやっておくと、先ほどのプラウダーのコードワーカーとスタジオワンがつなが繋がれることになります。そうしましたら、ここにステップ入力をしたいと思います。ここで全音符を選択しておきます。すると、コードワーカーを見ててください。今ちょっと画面が大きすぎるので、もう少し小さくします。 そしてこれをこのようにちょっとタブを切り離しましてそして画面を小さく設定しておきますはいこれで先ほどもやったんですが画面を後ろに行かないポーズというソフトで最伝面に固定をしますそうしましたら スタジオ1をこう立ち上げてもこれが後ろに行かなくなりますのでとってもわかりやすいですね。これで例えば c m セブ7を押しますとはい、ここにこのように全音符の白玉が入りました。次、Am7 を選択します。はい、このようにどん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 選択していけるわけです。 便利ですね。こうやってコードを勝手に指南してくれるわけです。そしてこうやってやりましたら、ここに音源を差し込むことになります。ちょっと画面を下にやっておいて、適当な音源を差したいと思います。エクスパンド2というとっても手軽で安い音源をここに差します。はい。これで、 まあ音色を、まあ、適当でいいんですけれどもオルガンの音色で適当なものを選んでおきますするとこれが演奏できるようになりますちょっとシンセサイダー部位などを切っておきますねサンプルタンクも一応切ってドラムぐらいだけ入れておいても大丈夫でしょうじゃあこれで鳴らしてみます 便利でしょうえー、キーボードを弾かなくても僕なんかキーボードが特に苦手ですからこのコードワーカーというソフトがあればどうしても単調になってしまうコードを人工知能がコード理論の流れに沿って提案をしてくれるこんな便利なソフトです。今日はちょっとモリモリでご説明をしました。 ライブの時はちょっと音が小さかったりいろいろしましたのでもう一度撮り直しという作業を今しているわけです。で、人ももう一度よく見ていただいてインスタコンポーザーそしてそれのセッティングの方法それからルーティングできましたらそのデータを使って歌詞を作ってボカロやシンセサイダー V でその場で歌を歌わせるそしてこういう便利な コードワーカーも使ってインスタコンポーダーも使うけれどもこういうコード指南をしてもらうというようなもり,もりのお話を今日はしてみました。ぜひとも時短にもなりますしそしてアイデアツールにもなりますので皆さん一度いろいろお試しください。またわからないようなことがありましたら Facebook や YouTube のコメント欄にも書いていただいたら ありがたいと思います。村長でした。